ハーバート・アレン・ジャイルズは、イギリスの外交官、中国学者。営辞書の編纂によって、特に知られる。中国名は、テキリカク。ジャイルズは、オックスフォードに生まれた。チャーターハウススクールを卒業した後、大学には進学せずに1867年に、清市に渡り、中国各地のイギリス領事館で働いた。1893年に、イギリスに帰った。 トーマスウェイドの没後、その後任として1897年にケンブリッジ大学の中国学教授に就任し、1932年に退官するまで35年間その職にあった。このライオネル・ジャイルズも中国学者で、孫子などの翻訳がある。海英辞書ジャイルズは実用的な中国語の学習書を数多く書いたが、中でも海英辞書によって知られる。この辞書は漢字を、 ウェード式のローマ字順に並べて、英語で説明をつけている。熟語や例文は漢字のみで書かれ、音はつけられていない。各字には、北京音の他に、平水院、H.E. パーカーによる各地の方言音や朝鮮、日本、安南漢字音を付していた。ジャイルズは、トーマス・ウェードの語源字辞集と共に使うことができるように、ウェード式のローマ字を使用した。ジャイルズはまた、 中国人名辞典、古今世氏族譜を出版した。ジャイルズは、両祭詩を英語に翻訳した。他に、三次行、二国記、創始、洗い、演読などの翻訳がある。ジャイルズは、1898年と1911年の二度に、渡って、ジュリアン賞を受賞している。1922年には、王立アジア協会の金メダルを贈られた。 海英辞書の歴史的価値と、ウェード式ローマ字が時に、ウェードジャイルズ式と呼ばれることのほかは、ジャイルズの功績は現在ではほとんど忘れ去られている。ジャイルズは歴史学の学問的な訓練を受けておらず、その著作はアマチュア的と評される。ジャイルズの翻訳は難解な歌詞を読者に無断で省略してしまう欠点があった。辞書の作成で、ジャイルズと協力したパーカーは、 辞書の初版の刊行の2年後に、ジャイルズが中国語の文献に無知で、辞書には非常に誤りが多いと非難した。1912年の第2版では、パーカーの書いた序文と、パーカーに関する言及の大部分が削除されている。また、ジャイルズの辞書の特徴である方言音は、ベルンハルド・カールグレンが、エチュード・シュール・ラフ・ァナラジー・シノワーズの中で不正確で、あると非難した。 ありがとうございます。